セルティカの未来のために。君はこの前荒野で会ったお嬢さんだな。ここで何をしているんだ。用がないなら早く帰れ。この辺りにはよく魔物が現れるからな。ん？頼まれた？これはナイアの探検。なぜ君が持っている？なるほど、君の言っていた怪我人はナイアだったのか。仲間を助けてくれて感謝する。俺はガルダイタス、反乱同盟のリーダーを務めている。ところでにわかに信じられんな。君はカスピエルの人間ではないなんて。なぜここに来たんだ。牧師？もしや仮想に現れたと噂になっている奴のことか。禁忌の魔法だのなんだの意味不明なことばかり言っているという。仲間が関所の近くで見かけたと言っていたな。あそこへ行けば何か手がかりが見つかるかもしれない。俺はナイアを見舞いに行ってくるが、君はどうする？そうか、道中には魔物も多い。気をつけて向かうことだ。しましたが、
どうやら気のせいのようですね。どうか無理をせず、休憩はしっかりとってください。私は始まりの間でお帰りをお待ちしております。今度は彼女と一緒にいるなんて。いなければ食料を徴収できていたというのに、全て貴様のせいだ。貴様がいたから
我々は自ら作物を徴収せねばならなくなった。それで魔物に襲われて仲間も。我らは偉大なる守護者様の命令に従って動いているのだ。食料を集めないと競争の民を飢え死にしてしまう。仮想に現れた魔物を駆除するために命を捧げてきた我ら、庶民から食料を徴収する。それのどこが悪いのか。魔法を使えない彼ら、魔物に対抗できるとでも思っているのか。冗談もほどほどにしろ。ダメだ、このまま帰るわけにはいかん。戻って仲間を助けないと。この人々は私の同胞と同じくらい勤勉なのに、なぜ作物がうまく育たんのか。やはり日差しが強すぎるのか。ゲロ、このままでは民は飢えに苦しむことになってしまう。排除しましたぞ。もう怖がらなくてもよいでしょう。仲間の仇を取ってくれて感謝する。もう行かなければ。ケロケロ、私もよくわからないです。呪いを解く方法を探していたところ、ここにたどり着きましたが、手がかりの方は未だに見つからないのですが、先ほど人を襲う魔物を見かけ相手をしていたのです。
騎士たるもの、身を挺して人を守るべきですからな。この世界にも助けを必要とする人がいる以上、黙って見過ごすわけにはいきません。ケロケロ、決めましたぞ。私は仮想の民を助けることにいたします。トット村ならば、私はそこへ行き、村の外に現れた魔物を駆除するとします。では、お主の行く道に祝福があらんこと。一つの世界を救えたのなら、きっとこの世界も。誰も傷つかなければいいのですが。全て焼き払う。力を振りかざし弱者を虐げるとは、この世界には不正が満ちている。反抗者が持つのも生きたいという願いだけ。そこに悪意は存在しない。やはりガルダイタスの言う通り、この世界には変革が必要なのかもしれない。ならば必要なのは守護者様の三つの魔道具か。それが全てを変える鍵だ。お前はこの前の、この辺りも魔物の活動が活発になっている。あまり近寄らない方が。確かに見かけたな。おぞましい魔法の使い手だったゆえ、強く印象に残っている。魔法守備隊には信用するなと警告したのだが、彼らは奴の魔法が魔物討伐の助力となると考え、協力関係になってしまった。上層の魔法使いで構成される集団で、守護者様の忠誠を誓っている。普段はカスピエルの治安維持を行っているが、魔物が現れた際にはその駆除にも当たっているのだ。その他
仮想からの食料の徴収を行う役割もある。最近は不作のため、食料徴収の際に魔法守備隊と仮想の民の間で衝突が起こっているようだ。奴を探しているならプニル村の廃墟へ行くといい。魔法守備隊と共に破壊された村を占拠した魔物を駆除する計画を立てているはずだ。世界を救えたのならきっとこの世界。
いざ参る。すべて薙払う。連絡員は常に危険と隣り合わせ、いつ魔物が現れるかわからないからだ。私もガルダイタス様も、お前の魔法は信用しているが、気をつけろ。戦いでは何が起こるかわからないからだ。じゃあ、私は任務に戻る。共に戦いましょう。すべて焼き払う。
ケロケロ、またお会いしましたな。反乱同盟のリーダーに会いましたぞ。強者に立ち向かう勇気は実に立派なものですな。さて、魔法使いたちがこの近くの村で食料を徴収していると聞きました。私は騎士の誓いに従い、彼らを助けに行きましょう。では、お主の行く道に祝福があらんことを。
我らが派遣されたのだが、奴は魔物を支配することができたんだ。ああ、奴は見たことのない魔法を使って魔物を支配し我らを襲わせた。逃げ延びたのは私一人だけだ。早くこの情報を知らせなければ。仲間の犠牲を無駄にはできない。誰かと思えば、出来損ないのはあなたでしたか。見たでしょ、神の力はすでに私のものとなりました。あなたたちのような偽人にはもう機会がないのです。この力があれば歪みを直すことも世界を破壊することもたやすい。見てください。下賤な魔物たちもこの力の前にひざまずき、私に服従したのです。私は神に選ばれた後継者。神の力を継ぎ、魔物たちを支配しました。あとは、塔の最上階にある聖遺物を手に入れるだけ。そうすれば、私は新たな神になれるのです。あなたも奇妙な魔法を使えるようですが、私の脅威ではありません。おとなしく魔力を渡し、私の糧となりなさい。あなたがこのような力を。ありえません。私は神になる者。これは私の力です。神の象徴、聖遺物を必ずやこの手に入れてみせます。そんなことより、お友達の心配をしてはどうですか。島の下には
巨大な魔物が眠ると聞くが、まさか奴が目覚めたのか。誰かに確認させてこよう。ところで君は大丈夫か？逃げてきた上層の貴族と会ってな。君が一人で魔物を操る奴を探しに行ったと聞いたから、急いで追ってきた。このままではさらに魔物が増え、多くの人々が不幸になってしまう。魔物を恐れる人々は上層の魔法使いを搾取するため耐えるしか術がないから。俺たちがこの辺りの魔物を一掃できれば、皆を勇気づけることができる。そうすれば多くの人が団結し、共に上層に立ち向かえるようになるだろう。イルミンズールの騎士ファーガスも力になりますぞ。お主もこのまま放置しておくことはできないでしょう。待ってくれ、その指輪を見せてくれないか。断言はできない。これは昔聖域にあったもののはず。なぜ君が持っている？奴が聖域から盗んだのか。とても貴重な魔道具というが、詳しくは何も。ともかく大切に持っていてくれ。それを使う時が来るかもしれないからな。
私、蝶々を追いかけてて。そっか、私道端で寝ちゃったんだね。ここってみんなが言ってる仮想かな。してくれるの？